なあ、牛尾。このちびすけ、眠ってんだよな。どんな夢見てんだろうな。普段は一世のいいチビだが、こんな風に元気がなくなることもあんだな。かわいそうに。それに、あのあんちゃんもだいぶ弱ってるみてえだ。二人とも心配だな。俺様が牢屋にいる時もこんな感じで寝てるって？冗談はよせって。俺様の寝姿は世界で一番かっこいいに決まってんだろ。お、旅人か。たく、いつからいたんだよ。あまり旗色が良くないようだな。まだ天気は訪れないということか。大丈夫だ。具体的に何が起きたのかは私に教えなくていい。たまに親分を羨ましく思うよ。はあ、どうしたの？急に黙り込むなんて普段の君らしくないわね。し、話は後だ。今、これまでの手がかりをまとめているところだ。突破口は私が見落としてしまった細部に隠れているかもしれない。だから、一から見直さないと。じゃあ。ああ、心配はいらない。お前が言った内容は紙に記録しないから。そうじゃなくて、つまり、そのことについて考えるなら、私も混ぜてちょうだい。あれ、ここは。おお、だいぶ良くなったぞ。多分こんなおかしなところ見たことなかったから、ちょっとびっくりしちゃったんだ。テイワット1のガイドのくせに恥ずかしいところ見せちゃったな。ひひ、うん。あ、そういえば眠ってる間、夢の中でずっと牛の鳴き声が聞こえてたんだけど。あ、そう、この声だ。牛よ、お前がオイラのこと見ててくれたのか。旅人、コウマ体制が目覚めたようだ。支障ない、心配は無用だ。夜叉がまとう骨性は人に害をなすものだ。あまり近づくな。私には仙人の血が流れている。見くびられては困るな。どうだかな。オイラが寝ている間に何があったんだ。ショウがここにいるなんて。お前らにどうにかして来いと言われたから来たまでだ。コウマ体制、何があったのか話してくれないか。かしこまる必要はない。ショウでいい。ああ、わかった。ただのつまらぬ戦いだ。この地を訪れたのはある人物を探すためだった。だが、そいつは我が思っていたのとは全く違った。普段は敵家衆の養路を守るため防除旅館にいると
ピンバーヤから聞いた。それが人探しをするとは。まさか相手は仙人か。不赦という名の夜叉を探している。不赦、あなたと並ぶ五方夜叉の一人の不赦か。だがあなた以外の四人の夜叉はもうこの世にいないはずだが。一説では確かにそうだ。だが不赦の遺体だけは見つかっていない。夜叉とは魔人の残骸を払うものだ。長年残骸を払い続けるがゆえにその身は殺生に染まり、いつか必ず狂気に陥ってしまう。我が最後に不赦と会ったのも奴が狂気に飲み込まれたその日だった。奴は去った。行方を知る者は誰もおらず、我も消息をつかめていない。不赦は我ら五人の中で長兄のような存在だった。不赦はこう言っていた。夜叉の戦いは苦難に満ちたもの。生死に関わらず互いに助け合い、それぞれの居場所を把握しておくべきだと。もしかして狂気に飲み込まれたせいでその約束を忘れたのか。ありえなくはない。だがたとえ奴が忘れても我は忘れない。我は生き残った者として全員の行方を明らかにする義務がある。じゃあどうして双眼に来たんだ。まさかここに不赦の行方に関する情報があるのか。500年前、カーン・ルイヤの魔獣が双眼巨炎へ侵攻してきたのは知っているか。その戦いは長きにわたり続いた。だが噂によるとその中に勇猛で腕の立つ夜叉がいたそうだ。しかしその夜叉の名を知る者はいない。夜叉は五人だけではないからな。必ずしも不赦であるとは限らない。そういうことか。でもショウはその夜叉が不赦だと思ったからここまで調査に来たんだろう。断言はできない。だがそれ以外に手がかりはない状況だ。不赦は誇り高き夜叉だ。奴は戦う時に必ず名乗る。名を言わぬ夜叉は不赦のはずがないと思った。待ってくれ。もしかしてあなたが戦っていた相手は不赦で、あなたは彼にやられたのか。そうだ。そんな、カーン・ルイヤの魔獣侵攻、双眼での死闘、それにイエランの先祖、これら全てが裏でつながっているような気がする。この世には偶然など無数にあるが、これほど重なることはあまりない。まさか遺言にあった法宝大義版とも関係があるのだろうか。遺言？ああそうだ。私はとある遺言のためここに来た。あなたはこのようなことにあまり触れないようにしてきたのだろう。人も仙人も願いや神事を遺言として残し、他人に思いを託すんだ。それを残すのはいつでもいいのか。おいおい、なんだよその今すぐにでも遺言を残しそうな表情は。お前たちが我の幻影を見たと言ったのは偶然ではない。この空間は仲間を求めるお前たちの心につけ込み、自ら罠にはまるように仕向けた。だが単純な欺瞞ではすぐに露見してしまう。わずかな偽りの混ざった真実というのが最も恐ろしいんだ。ここがお前たちに聞かせた声も確かに我が口にした言葉だった。実際に声を聞かせ焦燥感を駆り立てる。一方的に送った情報はおびき寄せるための餌となる。もし空間の裂け目を利用して我らが接触していなければ、すでにこの中の誰かが欠けていたかもしれない。この空間は獰猛な殺戮より魂を消耗させることに重きを置いているようだ。
そんな。相手は里井。ここに長居すべきではない。たとえ用が済んでいなくとも、お前たちをここから外に送り出す方法を考えなければ。バレが来たのは警告のためだ。ここは極めて危険な地。長居すれば空間に蝕まれる。でもどうしてショウはそんなこと知ってるんだ。おそらく亡霊のように地下をさまよう影となるだろう。どうやらあなたもそれを見たようですね。イエラン戻ったのか。ええ、みんなの話を聞かせてもらったわ。私も地下で異常現象を見たことがあるの。ここにあるはずのないもの、一瞬で消えてしまう奇妙な人影、いずれも現実のこととは思えなかったわ。幻影か。最初我もそのように思った。だがことはそう単純ではない。いずれその幻影たちが実体を持ち、お前たちを襲う可能性もある。先ほどの話から察するに、あなたは脱出する方法を知っているのですか。確証はない。ただの憶測だ。縁妃の言うようにこの空間は錯綜している。だが地下もあるようだ。我は双方の空間のつなぎ目に衝撃を与え、裂け目を作ることでお前らの元にたどり着いた。故に我の全力を注げば、この混沌とした空間を切り裂き、道を作ることができるだろう。なるほど。強力な衝撃によって空間に影響を及ぼすのですね。その可能性は私も考えていました。全力を注ぐとはどういう意味だ。要は我の全てを出し切るということだ。待てよ、オイラたちを送り出すっていうことは、ショウはここに残るつもりなのか。まさか。我はこの地下で不赦と会った。故にこの地の恐ろしさをよく理解している。裂け目を作るにしても、瞬間的な衝撃で作れるのは小さな傷が石の山だ。外に出るには通路を維持するため力を注ぎ続ければならない。命を懸けることには慣れている。これは我にしかできぬことだ。そんなのダメだ。たとえ言っていることが事実でも私は納得できない。オイラもだぞ。一人を犠牲にしないと出られないなんて、そんなのいい方法じゃない。実行に移せる策があって初めてその良し悪しを論ずることができる。だが今はそうではない。他に策がないゆえ、お前たちはここで立ち往生しているのだろう。しかしあなたのその方法は確実に成功するのか。保証はない。そんなバカな真似すんなよ。確証のないことのために命を懸けるなんて割に合わないぞ。とにかくその策には賛同できない。ならばこれが我の遺言だと言ったら。あなたは。それがあなたのお考えですか。率直に言ってこの計画は成功も安全もどちらも保証できません。おっしゃる通り、人にとってヤシャは危険な存在です。ですがそのような独りよがりな計画を突然押し付けられて、私たちがどうして納得できると。過酷な戦場では常にそうであった。不利な状況では命を落とさねば解決できないこともある。犠牲を恐れて動かなければ賞賛すらも生み出せない。私も死の淵に立つような戦いを経験したことがあります。そのような極端な方法は本当に手を尽くした時まで口にしないでおくものです。理解してもらおうという気持ちはわかります。ですが無駄な犠牲になる恐れがあるのなら、そんなことを言っても士気が下がるだけです。本当に全てを捨てる覚悟があるのでしたら、他人に意見など求めはしないはずです。
あなたはご自身が思っているほど冷酷な方ではありません。それに逃げるために誰かを失っては元も子もありません。イエラン、そんなことを言うな。とにかく今はまだ命を懸けるような時ではないかと。もしかしたらまだ調べ尽くせていないだけで隠れた道があるかもしれません。もしそれが見つからなかったら、見つからぬままに自己犠牲の道すら選べないほど衰弱してしまったらどうするつもりだ。この段階であなたを犠牲にすることと未知の出口を見つけることの成功率に差はないはずです。この二つの策に優劣がない以上、すぐに行動に移すこともできません。全力の一撃でこの空間を壊せるだと？ははっ、いいこと聞いたぜ。誰が残るか残らねえかなんて、そんな話俺様は聞きたかねえ。結局はこうすりゃいいんだろ。さあ、どこのどいつが俺様たちを閉じ込めてやがる。待ちなさい。こいつを食らえ。一撃じゃ足りねえみたいだな。だが他にも道があんじゃねえか。英雄でも何でもこの俺様が引き受け。リット、言わんこっちゃない。親分はいつもこうだ。忍？イット、どうしたんだよ。イット、気を失ったのか。おそらく親分はさっきの一撃で力を使い果たしたんだ。だがもしかするとそのおかげで道を切り開けたかもしれない。あの道を安定させられるか確認してくるわ。私たちが言い争っていたから彼はこのような行動をしたんだろう。親分は昔から仲間割れを嫌がるんだ。荒滝派のみんなが喧嘩をしている時も親分は驚くようなことをしてみせてその場を鎮めてくれた。親分は今日その時と同じことをした。まだ知り合って間もないがきっとみんなのことを仲間だと心から思っているんだろう。親分は他人が犠牲になることを嫌うけど無意識のうちに似たようなことをする。でも一つだけ他の人と違うところがあるんだ。親分は自分なら犠牲にならないと思っている。どんな困難も乗り越えられると自分の力を信じているんだ。どんな自信だよ。それじゃあ翔の言ってたこととあんまり変わらないじゃないか。こいつもバカだな。親分は人の意見を聞かないからな。それにいつも考えるより先に行動してしまう人だ。きっと自分の前に立ちはだかる困難なんて簡単に解決できると思っているんだよ。親分だけじゃない、荒滝派の人たちはみんな多かれ少なかれそういう節がある。だから私みたいな後始末役がいるってわけだ。どうせ止められないのなら行動させた方がいい。それにバカは勘がよく働く。さっきの一撃も案外効果があるかもしれない。なあ、イットは大丈夫なんだよな。すまない。いいえ、謝る必要などありません。あなたもイエランさんも二人とも正しかった。でももしあなたが荒滝派の一員だったら
私はイエランさんに味方していたでしょう。親分は決して犠牲になろうと思って行動したわけではありません。きっと自分が切り開いた道を進めば出口が見つかると確信していた。それに最後はみんなで外に出られると信じていたはずです。要するにここにいるみんなのことが大切なんだと思います。私たちは互いに支え合って脱出すべきです。あなたが生き残ることは一部の人にとって、いえ大勢の人にとってとても意味のあることなのですから。忍ぶ、全員ができる限りのことをして出口を探そう。まだ可能性はある。出口はどこかにあるはずだ。親分のことなら安心して私に任せてくれ。みんな、あの道は外の世界ではなくもっと深いところに続いているようだったわ。そんな、じゃあイットがしたことは無駄に。いえ、調べてみる価値はあるはずよ。私が先に調べてくるわ。なるほど、そういうことか。わかったぞ。何がわかったんだ。覚えているか、私たちが探している方法はまだ見つかっていない。もしこの秘境が人の想像や求めるものを実在するものとして映し出してくれるのなら、その特性を利用することでそれを見つけることができるかもしれない。あ、なるほど。だからイエランにも諦めるなって言われたんだな。方法ってきっとすごいもんなんだろ。まあ必ずしもそうとは言い切れないが、試してみる価値はある。我が何とかする。行かせてやれ。だがもしお前もその秘境へ行くつもりなら私も同行しよう。私は戦闘がそんなに得意じゃないからな。一緒にいた方が安心できる。ああそうだ、そのお前はショーと仲がいいのだろう。さっきのイエランは少し言い過ぎていた。彼女の代わりに謝るよ。しかし先ほどの様子を見るに、あそこまで言わないとショーは聞き入れてくれなかっただろう。それにイエランはもともとああいうのを気にする人だからな。必ず全力で止めていたはずだ。私の知る限りだが、彼女は以前の仕事で戦友を失っていてね。彼女は救出された生き残りなんだ。そのためか他人が犠牲になることにどうしても抵抗感があるんだろう。救われた命は重圧を感じずに生きていけるのか。救われた側も決して楽ではないというわけだ。私が彼女だったら彼女以上にうまくやれる自信はない。お、そうだ、少し待っててくれ。すぐ戻る。ケツ。よし、これで安全だ。イットが戦えない今、術でお前たちに守りを施した。ありがとう先輩。そっちも気をつけてくれ。ああ、お前もだぞ。よし旅人、そろそろ行こうか。これは遠くに見える巨大な円盤。あ、待てよ、まさかあれが大義盤なのか。おい、その例えだと全然足りないぞ。
あれはもっと大きいだろ。うん、どうやら私たちは正しかったようだな。法律家としての勘が囁いている。あれが私たちの探している方々である可能性は非常に高い。だが本当に大義版だとしても、いくらなんでも大きすぎる。どうやって持ち帰ればいいんだ。ああ、おっと、弱音なんか吐いてる場合じゃなかったな。先に周りを調べてみよう。おい、あれは砲塔弾じゃないか。なんだか見覚えが。そうだ、数日前に遭遇した奴らだ。相手を間違えた。いや、はぁ、これ、やめ、そこだ。はボーン、よっ、トン、さぁ、これ、や、よっ、燃えよ、くらえ、そこだ。はっ、ボーン、くらえ、や、いくぞ、炎組の剣、はぁ、よっ、下がれ、この、はっ、トン、ほれ、や、はっ、さあ、あっ、トン、や、そこだ。前回と同じように簡単に片付けられた。以前大きな商業案件の処理を手伝った時、その犯人が私に仕返しするためわざわざ砲塔弾を雇ったことがあったんだ。幸い武芸の鍛錬はちゃんとしていたため事なきを得たんだが、しかしさっきの奴らはあの時と全く同じだった。まさか、おそらくこれも私たちを消耗させる手段の一つなんだろう。これはだいぶ凝っているな。うわぁ、これってトンネルか。なんだかおかしいぞ。まるでもう一つの世界や時空につながっているみたいだ。小さい円盤だ。外観と盤面の配置を見たところ、うん、これが方々、大義盤で間違いないだろう。地面に、おや、新たな入り口のようだ。うん、よかった。これで星空がよりはっきり見えます。ここらで合流できるかと思ったが、誰もいないようだな。ファデュイ、まさかこれも誰かの記憶か。気をつけろ。予想通りのようね。イエラン、いたのか。何度挑んでこようとも仕留めるまでよ。一緒にいるときはそんなこと話すなよ。冷たくサクサク。油断するなよ。よっ、捕まえた。せよっ、はボーン、急ごう。行くぞ、下がれ、うん、あ、ここにまだ抜け道が。痛がったら嫌に、急ごう、燃えよ。
目が出るかも。捕まえた。いや、やめて。君の道具ここから本当に終わるのか。未来の全てを記憶し大義番人の。よくもまあ、あんな小細工で尾行してくれたものね。はあ、相変わらずの腕前だな。覚えているかしら、私が他の場所で幻影を見たって言ったこと。その時に聞いた内容と一致するわ。この記憶はこの空間によって再現されているようね。まあいいわ、これで当時の状況も把握できるから。あいつタイと言っていたが、大義版のことか。エンヒ、地面にあったものは見たかしら。ああ、これを調整することでお前と合流できたんだ。おそらく遠くにある大義版の縮小版だろう。この空間と強く紐づいているようだ。私なんだかそれに見覚えがあるの。ちょっと思い出してみるわ。
耐えられない、逆らえない、受け入れる以外何もできないのが運命の運命たるゆえんなのです。物欲を抑えることは先生術師の修行の一部。質素な生活を送ることで世界の真実を覗くことができるのです。決まった運命を正確に示すものです。行き過ぎた装飾はかえって人々の誤解を招くことになってしまいます。
新たな空間ね。もし空間に同じ規則があるのなら、ここにも小さな大義板があるはずだ。不赦、お前ほどの者が地下の亡霊になるとはな。敵がいない？いや、敵は姿を消せるのか。まずい、早く加勢しなければ。待て、これは我の戦いだ。近寄るな。汚れた魔獣よ、お前たちのせいで何人もの人が死んだ。地下空間に刺されたのだ。お前たちの弱点に気づいたからだ。身を隠し闇討ちするのは不赦がよく用いた戦術だ。我と共にここで朽ちるがよい。お前ほどの手だれがこのようなところで死ぬわけがない。まずい、このままだとショーが不利だ。構わん、結果はもう分かっている。やっ、くらえ。不赦は体力が低下しているようだ。黒田大元帥、不赦、お前のその力は無尽蔵ではない。それにお前の幻影は本来のお前よりも劣っている。全盛期のお前はこの程度ではなかった。配下の中でも随一の夜叉であったの。もし帝君がこのような姿になり果てたお前を見たらどう思われるだろうか。行け、後方は我が援護する。決して魔獣を地表に返すな。皆の者、双眼から100キロの戦線を死守せよ。もう十分だ。滅びよ、虚無の幻影よ。我の責務を果たしたまでだ。気にするな。先ほどの見えない相手が伝説の東田大元帥不赦なのですか。ああ、独断先行したのは悪かった。不赦が行方不明となり数百年、先ほどの戦いが奴と顔を合わせる最後の機会だと思ったのだ。あいつさっき戦線を死守しろとかなんとか叫んでたけど、奴はこの地で戦っていた伝説の無名の夜叉とは不赦のことだったのだろう。
でも戦う時に必ず名乗るんじゃなかったのか？どうして名前が残らなかったんだろう。あいつの身に何かあったのか？わからぬ。おそらく自分が何者であるかすら忘れてしまったのだろう。それは誤称のせいでか？不赦は姿を消す前から狂気に陥っていた。奴の記憶が無傷であったかは誰にもわかるまい。狂気に飲まれながらも双眼巨炎の戦争に参加したのですか？夜叉は平穏な時代を生きられはしない。戦いと殺戮の匂いに引き寄せられたのだろう。我らは殺生に精通している。そしておそらくそれしか取り柄がない。この一戦で我も確証を得た。これまでのことから察するに、この空間は人の心の一部を映している。つまりたとえ狂気に飲み込まれていたとしても、不赦がこの地を訪れたのは事実。先ほどの幻影も奴が残した痕跡ということだ。この空間は奴の戦う姿を再現した。だがあのような身を滅ぼす戦い方では生きているわけがない。不赦の幻影は魔獣の弱点を発見し、地下空間へ誘い入れたと言っていたわ。この空間は一体何なのかしら。カーン・ルイヤの魔獣を抑え込むことができるなんて。体が重くなった気がする。気のせいというわけではなさそうだ。空間が私たちに干渉しているようね。不赦は地下に残ったはずだ。だがここには幻影があるのみで、当の本人は見当たらなかった。もしこのままここを離れられない場合、我らもあのような結末を迎えるのかもしれない。前へ進む時が来たか。見事な戦いだった。さらばだ、不赦。